それでは夜の部35周年プラス2ですね。夜の部なんでやねん。それでは行ってみたいと思います。皆さんよろしくお願いします。おっさんは白井光弘さん主演、そしてあと他にもいろんな直江さんですね、なんだっけ、腐ったみかんの直江さんです、金八先生、いろんな方が出てらっしゃって、そこにお声掛けいただいて去年ご演をいただきまして、ビーバップのおっさんで共演させていただいた、白井光弘さん、そして古川信夫さん、坊ちゃんはですね、出てないんですけど、一緒にずっとビーバップの映画っていうのが普通映画館で労働省じゃないですか、なんですけど、これは映画を持って地方にいろんなところに行かせていただいて、トークショーと上映会と、あとなんだっけ、歌、うん、そうですね、っていうので回っていくという、こうちょっと普通の映画とは違う、私たちも一緒に楽しませていただいて、一緒に思い出がたくさん増えるような映画になってるんですけど、でその古川勉さんの坊ちゃんはですね、映画には出てないんですけども、そのビーバップハイスクールの、トークライブっていうコーナーがあるんですね。その関係上というか、そのためにのぼうちゃんのぼうちゃんも一緒に地方を回していただいていまして、まあね、何はともあれごめんなさい、私がペラペラ喋る前にテレちゃんとのぼうちゃん登場していただいていいですか。なんだエリちゃん、ジョニー、じゃあいいよいいよいいよ、すいません、すいません、そういうのいりません、それは今日いらない、今マイクがね、スタッフの方がマイク、いいよいいよいいよすいません、やっちゃったと思ってる方と、ちょっと優しく応援でくださってる方と2つに分かれてます、会場が。大丈夫ですか、あのね、あ、マイク2本は、こんばんは、白井光弘でございます。初めましての方もいらっしゃるかと思いますけども、ちょっとミキちゃんが35周年プラス2ということでございましてね、はい、一生懸命頑張ってますんで、私もですね、実はですね、芸能の方で、役所としてデビューしたのが1986年でございます、はい、その1年前にですね、杉浦美紀はデビューしておりましてですね、ある意味私の大先輩でございますね。でやっぱり私からするとですね、やっぱり杉浦美紀さんはですね、スーパースターでございましたんですね。まあこうやってお近づきになれましてですね、非常に喜ばしいなと思っておるんですけど、まあ、見ていただいた映画を見ていただいた方はよくわからないかと思うんですけども、はいはい、ね、結構ね、出番がちょっと少ないです。ところがね、3倍ぐらいあったんです本当は。ところがね、スケジュールの都合があってなかなか出れなかったんで、で、今年中にパート2撮る予定なんですんで、はい、でちょっと、まあ、バッチリやります、バッチリ、どうぞよろしくお願いします。そこはもう本当に皆さん期待してください。そしたらそこには、そこにはのぼうちゃんは、そこはのぼうはどうする、のぼうちゃん出んの、出んの、出んの、出してもらえたら出たいよ出してもらえたら出たい、出たい、じゃあ一緒にやっちゃうか、のぼちゃんも出るってことでね、のぼちゃん、とりあえずやっちゃおうか、やっちゃおうかね、やっちゃえおっさん、やっちゃえおっさん、まあまあ、はい、まあ本当にね、そのビーバップのおっさんの、はい、イベントでね、はい、のぼうと私とみゆきちゃんで、そうです、もうなんかそのイベント云々じゃなくね、うん、うん、もう単純な仲良しです、うん、もう本当にもう飛行場から飲み始めて、はい、そうそう現地に着いて飲み始めてお前いい加減に飲む、本当だよ、飲むのちょっと控えろ、なんで
いやいや、最終的にいつも記憶が残ってるのはあなたたち、ここ3人は私だけですから。そうだよね、そうだよね、はい、ごめんなさい、みーちゃんだけちゃんとしっかり覚えてる。私だけですから覚えてる。じゃあ、はい、お前と俺はいつも飲んだら喧嘩になるんだから、そうそう、ほどほどにしないといけないんで。すいません、あのちょっとあのお話なんですけど、はいはい、お時間なの方もないの で、 ないんで呼び出すと言ってほどほどにしろっていうのも必要。今日はね、はい、ロボンがなんかちょっと歌を歌うっていうことで、歌わないでしょ。いや、歌うっていうことで、はい、あのやってたんだけど、お前があんまりにも緊張してんで歌はなしにします本当によかったね、よかったね、いいですよ、よかったね、そこですね、申し訳ございません。私だけあの1曲だけあのちょっと歌わせてもらいます、よろしいですか。それであの一応1曲だけで、ね、私役者なんですけど1曲だけあのオリジナルのあの曲を出しておりまして、じゃあてるちゃん、ね、お願いします。はい、ちょっと時間がないんでちょっと一発行ってみようかなと思ってます。ちょっと行ってみたいと思います。はい、よろしく、愛しよう、行きましょう。ここ2、3年の付き合いなんですよ、正直な話を言ったら。で、私はまあ、役者もやってたこれね、業界の人間って結構いろんな人がいましてですね、なんかお仕事が一緒になったりとかっていうのがあったり合わなかったりという人がいっぱいいるんですけども、みゆきちゃんはね、同世代なんですけどね、ちっとも一緒にならなくてですね、なんかビーバップのおっさんって、なんかその1980年代とかぐらいの時になんか一世を風靡したたち人たちをなんか呼ぶっていうテーマもあったんですね。それで、例えば金八先生の直江貴一さんとかね、ああいう人たちを呼んだりとかで、その中に、みゆきさんも入ってたっていうか、私が思ってたんで、ぜひ、杉浦みゆきちゃんを呼びたいなと思ってて、で杉浦みゆきちゃんもちょっと待てよ、どうしようかな、湘南爆走族の民さんで呼ぶのか、それとも家主の鏡で呼んでもらうのかなって思った時に、やっぱり家主の鏡の方がちょっとインパクトあるかなと思って家主の鏡で呼んだっていうことだったんですけども、ただお忙しかったんで、なかなかちょっとね、3分の1節しか出てくれなかったんですけども、ちょっと雑談なんですけど、今日は私がここに来る前に、のぼちゃんお前今日お前ステージに立って生バンドでお前矢沢永吉の歌を歌わなきゃダメだぞっていう話をしてたら、もう今日緊張しましてですね、もうそわ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 しちゃってですね、でもう最終的には酒が入ったら今日俺は何を歌うんだぐらいの話になってましたけど、残念でしたね。二次会か三次会でちょっとカラオケで歌ってください。逃亡者、はい、逃亡者、逃亡者歌いたい。逃亡者、逃亡者は今弾けますか。できるわけないですね。できるわけないですそういうことなんで、ね、ちょっと申し訳ないですけど、それはちょっと大好きな曲なんですけど、大好きな曲なんですけど、逃亡者はちょっと次の機会にほんでね、杉浦みゆきさんと私と、なんかさっきもお話しあったんですけど、私をなんか俺あんまり覚えてないんだけどな、きっかけになんかやっちゃえおっさんみたいな感じで杉浦みゆきさんのこのパーティー、これをやるっていう話になったらしいんですけども、
杉浦美紀ちゃんは年に1回ぐらい、まあ私とそのプロデューサーのあれで年に1回ぐらいこういう音楽のイベントをちょっとやるつもりでいます。おー、もしよかったら皆さんお付き合いいただけたらなと思っています。はい、入ってないね、入ってないね、はい、ありがとうございます、てるちゃん、はい、まあ、そんなこんなでつなぐ大変でした、はい、まあ、そんなんで、あと頑張ってください。ありがとうございます、はい、なんか私の好きな曲も出てくんじゃないかななんて、はい、ね、そうですね、うん、その際はぜひ一緒に、うん、頼むぞ、オッケー、うん、じゃあね、ありがとう。誰でも天使のような君になりたい。いないなと思ったのよ。そしたらここにいたコーラスさんどかしちゃうってどういうこと？待機してました。待機してました。あざっす。一生懸命盛り上げようと思ったよ。ありがとう。そしてですね、皆さんありがとう。見てこの T シャツの中いきますよ。じゃじゃん。どうだった？どうだった？ありがとうございます。僕らからは天下無敵しかない。あ、後ろかっこいいんでしたから。すごかったです。麻雀のね、引っ掛けでちょっとポケットからチンを出してみました。動画面白かった。